さあでは行きましょう。次はもう始まるのか、予選が。あ、始まる。ついに始まりました。ユニバーサルユースアジア予選。アジア予選ね。アジア予選終わってさらに本戦か。我らが全日本ユース見事勝ち残ることができるでしょうか。アジアの代表にならなあかんねん。何、ヒューガがいないだと。え、何を考えとるんだあいつは。構わん、ミーティングを始めるぞ。え、ヒューガ脱走。え、どういうこと、どういうこと。ヒューガがいない、相手は韓国ユース。ヒューガレベルアップもしていない。キムとシャの2人のストライカーを擁するオールマイティなチームだ。2人の攻撃パターンを早く見切るんだ。はい。うわ、ソリーになってるやん。嘘やん、あかんて。ちょ待って、どうしよう。ヒューガが全くいない。これでいいのかい。これ石崎松山やっぱりこの方がいいな、デフォルトの方が。結局石崎は5番にいたって顔面ブロック使う機会あんまないんですよ。どちらかというと4番でいて顔面ブロック狙った方がまだマシやから、こうしときますわ。ちょっと正キーパーに1回変えます。ヒューガもいないんでね。よし。もう、終わり？ヒューガがいないということはもう終わりな。うわ、かっこいいな、曲。あんまりみんなヒューガがいないことに興味ない？これ。なんでな？あれちゃう、また新しい、修行に行きよったん。新しい必殺技でも引っ提げて帰ってくるさのパターンのやつか。ベジータのことだみたいな。ベジータのパターンのやつです。うわ、曲変わった。かっこいいやん。ヒューがおらんだったら急にかっこいい曲流すのやめたってくれる？新田くん。新田くんは、はやぶさ。レイくんが新田くんについた。ヘディングでいくのか、これ。しまった。高いボールでしたね。高いボールっていうことがちょっとわからなかったので。これは取られるかな。かろうじて弾いた。ほう。ほう。正直大したことないのかな。これは大したことない感じかな。マッツン。マッツンイーグルで打ちます。なぜモザイクがかかるのか、マッツン。シュウ君、レイ君、いやー、入るんじゃないかな。マジ？マジか。ここは止めんねや。三杉君低いボールに動きを笑うと、ハン君倒れている。打ちます。シュート51、十分だろ。やるね。やはりあのタイミングは必殺じゃないと厳しいのか。ガチ攻めしてますけどね。どうしよっかな。もう一回イーグルでいこうかな。多分ね、松山はね、割とスタミナは余るんで。孫くん、こんなところに孫悟空。レイ、なんと水長剣のレイ。ここ北斗のやつばっかりやな。シュウもおったよね。オッケー。ここは北斗の剣のオールスターというか、もうファミコンジャンプですね、ほぼ。よし。誰やったっけ、なんか誰と誰って言ってたっけな。エン君、韓国なのにエン君、ウォン君じゃなくて。新田と見すぎ、両方ともタックルでいきます。わー、パスできた。かろうじてパスを出した。ああ、まあまあ、実力者かなり、実力者、実力差かなりありますね。ごめんなさいね。早っ。見すぎめっちゃ早いドリブル。おわ、いいぞ。孫くんが来た。孫くんがいるから、いつも事件が起こるのよと。よいしょ。ちょっとね、他メンツおるけど、ここ強引に行きますわ。
ここスカイラブツインで立ち花飛べたい。足腰の負担が半端ない。おいやー、来た。特定保険用食品触れ玉で行ってます。止められるわけねえだろ。よっしゃー、いや楽勝楽勝楽勝、もう全然楽勝。 OK、 あ、ウォン君もおるわ。ウォン君もおったわ。おったおったおった。エン君、ウォン君、シャ君、あ、シャ君や。シャ君と誰やったっけ。シャ君と誰かっつってたな。シャ君とエン君。強引なドリブル。あー、やはりね、まあ、技持ってるタイプ。まあそうじゃないと。おっと弱え。マサオがフォロー。見すぎの能力がえぐい。なんか動きが早い、めちゃくちゃほんまに。これね、どうしましょう。一回カミソリに渡して、貝印に渡して、え、嘘やろ。え、絶対、え、どこパス出してる。あ、しまった。一個上押したんかもしれん。しまったー。石崎君がシャクについた。顔面ブロック、顔面ブロック。うわ、ツインシュート来た。顔面ブロック来る。腐ったねー。顔面ブロック、うわー、顔面ブロック。うわ、すげー、初めて決まったぞ、顔面ブロック。ナイス顔面ブロック。どんどん行こう、顔面ブロック。え、マジナイスですね、石崎すげー。早速新ポジションで躍動する石崎。また来るぞ。届かない、そうだ、届かない。相談に来てるということは上に開いてる感じ。あ、来た、ツインシュート。うわー、いける、いける。森崎、神。あー、おー、ナイスー。ポストシーン、なー、やっぱり頼れるものはポストシーン。さすがです。石化しとるけど、やっぱ森崎はやっぱそ、こういう運をつかむのがうまい。本当に運だけの男って言われてますから、運だけで日本代表になった男やから。しかも僕という人男に出会ったことの運の良さもある。キムくん、こいつか。キムくん、シャくんか。こいつらやね。こいつらがまあ危ないわけね。うおー、やるやん。シャくんがまあ体が強いのね、結構ね。強引なドリブルとかで来る。森崎が向かう。シュートに備えます。パスかよ。パスか。これは意外な選択。弾いてこぼれ玉になった。ふぅ、コーナーか。コーナーから直接シュート、タイ当たって弱まった森崎。弱まってるよ森崎。弾いた。いや、もうもうもうすごいな。いや、まあでもちょっと韓国もちょっとなすすべない感じになってますね。シャ君シュート、ちょっと攻め手を書いてますか。石崎当てといて。当てれない。それでは無理やって。森崎ブチ切れですよ。それでは無理だから。ナイスース。また、うわ、コーナー3連続ちょっと珍しいですけどね。2からプレイしてて初めてかもしれないですね、こんなにコーナーが続くのは。ものすごい攻められてる感がありますね。シュートは打ってこない。パスで多分球出ししてので、ツインシュート
ってくると思うんですよ。うわー、石崎何してんねんマジで。もうここにいないと。ほらー、サキサキコンビがもう何をやってんだ君は。森崎懸命に飛ぶって出たのに、多分能力ちょっと上がったのに吹っ飛んでさらにネットも破れるという、もう一番恥ずかしい形よ。一番恥ずかしい。何にも弱まってないんやから、自分にこの渡ったことが何の影響も与えてないっていうことが判明するんやから、そんな恥ずかしいことはないんですよ。即サイクロン、よし、ギリギリですけどロスタイムではめ込んだる。よし、さあ行け、ローくん、ロー君、低い位置からロー君。うわ、マジかー、意外、これは意外です。絶対入った思ったよね、多分見てる方全員が入った思ったよね。もう今コントローラーが出放してますけど、ちょっとショックですね。これは何なん、翼のというか、まあ、サイクロンにギギが出てる状態やからってことなのかな。ちょっと今ショックやな。まあまあじっくりいこう。1点リードしてますし、それほど強い相手でもないので、途中で神と神、副キーパーの方に交代もあるよね。よいしょ、どうしようかな。見過ぎ使いたいけど新田ではな、ちょっとなっていう。見過ぎ前に行って、もし次もう高いボールみたいな演出になったらもうハイパーオーバー打ちたいけど、パスキャッチ、はい、よし、ここで翼に合わせましょう。579、十分オーバーヘッド、ドライブオーバー打てるでしょう。スイングでいこうか、ちょっと省エネで。よーし、美咲くん、翼くん、こら超ブレ玉、絶対威力なんか上がらないと思うんですよね、普通にやったら。マジか、意外と後半に体力があるのよね。スカイラブツイン、もうこれキーパーは OK、 シュー吹っ飛ばして、キーパー体勢崩してるレベルじゃないんかな、その描写は出ないですけど、どうなの、ほぼ一緒のことをやってますけど、こっちの方が演出が派手。強っ、マジか、何も出ないっすよね、体勢崩しているが出ないのよ。いやー、色なんか見劣りするなこいつ。これで入ったらめっちゃ嫌なんで、逆に止めてほしい。強くない、強くない、マジか。あと1点取っときたいんですけどね。ここだ、ここで決めるんだ。次の1点入れたやつは値千金、マジで MVP レベルですけど、どうなん、当たらない、威力は弱まってはいない、キーパーとの勝負。よし、やっぱり頼りになるな松山、他のチームなら余裕でエースになれる男松山、いやー頼りになるな。これでかなり安心感出ました。はい、正直ボールは取られにくいし、ボール取る能力は韓国があまり高くないので、
トゥー、シャくんとのりょうくんかい。シュートは打ってこない。ザキさんが向かってって届かない。シャくんが取る。シャくんが侵入してくる。ここでまたワンツー。これこそキムとの感じか。はいはいはい。で必殺きますよね。うわ、どうする。これはね、もうシュートきますよ。ツインシュートきます。こぼれ球になった。ライン超えるね。めっちゃライン超えるやん。コンプライアンス違反だらけや。超えちゃいけねえラインを超えてくる。真田幸村も激怒。いやー、いけるよね森崎、いけるよね。こんなんなめられとんな。もうこれ森崎やからなめられてんじゃん。普通コーナーからノーマルのシュートなんて打たないでしょ絶対。よし、島津行け。とりあえず森崎はもう優待や。仕事は、まあ、先発の仕事はこなした。今もう野球で言ったら7回の表ぐらいも来てますから、先発の仕事はこなしたと見てる。そしてある程度前上がらせて待つんで、まずはイーグル打つ。ちょっと怖いですけどね。時間使いたい気もするが、いや、イーグル打ちます。ここだ、ここで決めるんだ。意外とスパッと決まったりするからね。これほら、さあ、ナイス、やるやん。ほら、ライン越えた。オッケーオッケーオッケー。イーグルイーグルイーグル、もちろんイーグル、もちろんイーグル。あ、間違えた間違えた間違えた。ミスキャットもだ。もちろんイーグルだったんだが、じゃあ岬に渡してツインでいきましょう。ツインシュート、ジャンピングボレーっていう選択肢もあったのか。いや、ツインいけるならツインの方が多分いいと思うんで、よし、いやー、ケフトンだ。届かない。キーパー吹っ飛ばせ、キーパー吹っ飛ばせ。よし、おー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 、オッケー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 、ナイス、ありがとうございます。いいね、これはいいね。さて、2点差、13分、なかなか厳しいんじゃない。ワンツー構成で多分来るから、基本は時間使いよるんで結構怖くないっすね。パス構成で来ると思うので、パスカット、あ、タックル間違えた。パスカットしたかったんですけど、ミスりました。手癖でタックル行ってもた。まあまあまあ、この辺からもうあんまドリブルで来ないんで、シャ君だけですね、ドリブルで来るのは。強引なドリブル、ほぼほぼパスで来るから取れるぞ。くぅ、シャ君、そこそこ、あー、来とるな来とるな。めっちゃワンツー好きですね、ほんま。高いボールに動きを合わせる。石崎が来ていない。シャ君のヘディング必殺ではない。しまずー、キエーナスー。なるなぁ、異常、頼りになるさ、異常、めちゃめちゃ頼りになるあいつ、やばい。よし、攻めろ攻めろ攻めろ。進軍進軍進軍、敵のエリアに進軍。翼くん、大丈夫でしょ。よし、
これでこんだけパスを出したはずなのに、パスを出したはずなのに、あ、さすがに追いついてこないか。ドライブオーバー。サイクロンもいけますけどね。はい、吹っ飛んだ。行くぞ、ドライブオーバーヘッド。パウ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 。ドライブかかった。抜けたーし。ネット突き破るレベルではないけども、よし、韓国ユースを突き放す。ヒューガなんていらんかったんや。来た、残り5分。まあもうちょっとこれはラフプレー気をつけて、韓国やから。これもうの、もう絶対勝てへんってなったらラフプレーやってこられる可能性もあるから、ちょっと気をつけよう。大体アジアの試合はね、この辺でもう危ないですからね。怪我人が出たりとか、そういうの見てきてるから、絶対にどうしようもない天才やからね、これは。よし、美咲気をつけて、削られるよ。一番気をつけないといけない、見過ぎに渡そう。ドリブル上手いんで、めっちゃドリブル早いから、見過ぎ、一歩がめっちゃ早いんですよ、これが。そうでもねえな、いやいや、まあでも早いな。よし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 、孫君、孫健抜いてく、楽勝だ。どうしよっかな、カズオ、ニッタ、翼、マサオ、カズオ通ればラッキーぐらいでカズオに出して、ハン君が直接ついたスカイラブツイン、ダメ押し、身構えている、飛べたい。この技いっちゃすげえわ、一番難しいでしょ。ネオタイガーとかで普通に打ってるだけやからね。そやのに弾かれるんですよ、そやのに弾かれるからね。はやぶさボレーシュートだって、普通のボレーシュートだから、これ言うてるだけやもん、言うたもん勝ち、色つけたもん勝ちやから、全然入らへん。ニッタがマジでちょっと通用せえへん。石崎のシュートだー、食らいやがれー、顔面シュートだー。あ、はず、はず、え、ちょっと一人目よ、一人目であんなことされて、あんな忘れんぞ。この借りは必ず返します。やられたらやり返す、顔面返した、覚えておいていただきたい。はい、あ、何のあれもなく、ヒューガのことには一切触れず。はい、ということで、韓国戦完了。とりあえずアジア予選勝ち進んでおります。